はい、タラベの新早漁港の説明です。ここは、人気のポイントで、まず駐車場、まあ、この辺りですね。もう大体どこでも止めれます。まあ、邪魔にならないように、止めておいてください。で中、トイレは、ここのグラウンドがあるので、グラウンドの中にちょっと目立ちにくいんですけども、トイレがあります。アジなんかはこの中で釣れたりとか、あとこの灯台の下ですね、ここでよく釣れたりします。でキスはこの中でも釣れますし、この辺りでも釣れますし、でここが河口になっているので、この河口の近くでも、釣れたりします。で、まあ、この辺りも全部砂地になるので、ちょっと根掛かりする時もあるんですが、まあ、狙えます。外向きはすごい、ここ海面から6メーターぐらいあるので、なかなか、釣りづらいんですけども、まあ、サビキなんかでも外向きで、十分アジなんかは釣れます。あとこれから渦りになると、この内側でコロダイなんか釣れたり、マダイなんか釣れたりします。こうとかですね。あとここからこっち向きに浮かせやカゴで狙います。